ょっと短いですがお付き合いください。めちゃ夏服です。今日イベントの日なの？カエルが鳴いております。もうカエルが鳴いてます。エアコンつけてない。でもなんかさっきニュースでなんか扇風機とか今日は暑くなるんでなんか扇風機とかクーラー使った方がいいよみたいなことを言っておりました。聞こえるかな、このカエルの音。聞こえる人いる？今鳴いてたけど。カーテン、今カーテンって言った？あの話？ファンヒーターもない。もう3ヶ月前ぐらいからない。ないよ。3ヶ月前ぐらいからございません。聞こえた人いるかな。カエルです。カエルが鳴いてます。カエルが鳴いてるの。カエルは飼ってないよ。カエル飼ってないです。しょうがないですね。カエルも生きてるので泣きますよ。お腹が空きましたね。待って、アイリターにグーパンチされてましたね。そう。ちゃんと見てるね、みんな。定点で見てたのかな。あ、ゆきさんの生誕祭発表されました？そう、19です。6月19に。開催します。ゆきさんが19に帰ってきます。あ、あとね、生誕のグッズ T シャツとトートバッグとキーホルダーが、販売開始しましたので、ぜひ皆さんゲットしてください。お願いします。部屋にカエルおらん。部屋にカエルおったらもう怖いわ。よろしくお願いします。買わなくていい。それは買ってくれた方が私的には嬉しいですね。はい。おしゃれ？おしゃれですか？ありがとう。
またちょっともろもろ説明しますね。なのでとりあえず皆さんゲットしてくださいお願いします。ゲットしてくれると嬉しいです。あ、そう、トートバッグに生地芯がついてくるみたいです。なんか毎年8月になんかいろいろ変わるので、後ろのデザインも変わってます。はい、任天堂さんっぽくてよき。任天堂さん味は一個も入れてないよ。一個も入れてません、ちなみに。はいはい、お願いしますセーターティーグッズ紹介配信ある。やりたいね、やりたいと思います。届いたら届いたら、はい、お願いします。なんかワンちゃんも泣いてますしワンちゃんも泣いてますし、そう、ビッグボックスくんがいます。じゃあカニ道楽とかも入れてないですよカニ道楽とかも入れてないです。生誕くじは考え中というか、ちょっとまた皆さんに聞きたいと思いますので、ちょっと考えといてくださいね一応あの候補としていろいろね参考にしたいので、何かこういうのがいいんじゃないかっていう方はぜひ。でも最近ね、ルカさんが生誕祭 Vlog みたいなの撮ってましたね。ずっと生誕祭の一日をこう回してて、私もこうやってねエレベーターに乗るところとかいろいろ回しましたけどでもお手紙を、お手紙は入れようかなと思っております。一緒にサウナ入れる件絶対それは通らなさそうですけど、おもろいね。カニ1年分、いやそれ私が欲しいな。ルカとプール行くときに一緒に行けるけんそれじゃ多分間に合わないね。もう夏すぎません？届く間に。牛コンビの水着写真集ですかそれ多分ルカさんにしか需要ないと思いますよ美味しいリンゴがもらえる件ありだね。11月ぐらいだもんね、届くのね。もう寒いです、いつもと外出違う。嘘、なんでだろう。
から朝マックできるけん、それ私のなんかルーティーンやん。それ私のルーティーンなんやけどな。あやめるとあっち見てほしするけん。やりたいね。それ良さそうだね。でもどこでやるんって話やな。てか今何度？暑くない？何度ですか？名古屋って今何度ですか？岐阜はどうやって調べる？いやー出てこない。23度。暑いね。暑いです。私のお部屋にエアコンありますよ。けどリモコン操作ね、こう携帯でこうできるようにできるやつを買ったわけですよ。そうけど今携帯から配信してるのでリモコンを取りに行かなきゃエアコンが作動できませんっていう。はい、そう今ね携帯でできるんですよ。すごくない？そしたらまた買えるもの開き始めますし、はい、ほらカエルが泣いてる。うん、泣いてる。聞こえた人いる？お家は田んぼの中にあるの。そうなのかもしれん。エメラルドで流しそうめんおごってくれるけん。運転はするけどおごるけんはちょっと省こうかな。多分もっと夏ね聞こえますよ我が家からは。虫の声がいろいろ聞こえますよ。カモおるしナメクジもおるし。ナメクジは岐阜じゃないからね。ちなみにナメクジの件は岐阜じゃないんで。て怖くない？ナメクジで話できるの怖いんやけど。スマホと一緒に握りつぶしてないよ。ナメクジには触れてない。こうパッて思ったらナメクジがついてただけで。しかもさあれやで、画面の方にやで。画面の方に。まあでもね、あのその後あいにく画面が割れてしまったので、あのフィルムの方ね貼り替えたので、あの新しいフィルムなので、まあそこはいいんですけど。岐阜弁出た。どこで？どこで出とった？分からんないけど。そうだよね。なんか岐阜タンメンにはいかん。いけません。なめくじ。違う？なめくじ？なん？分からん。さあ、ありがとうございます。465でございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとう。465ということは残り35でございます。はい、500日まで。はい、またお祝いを兼ねてケーキを食べたいと思います。はい、500日はいつになるかは分かりませんけど、はい、ありがとうございます。あ、そうだね、1年から100日経ちました。すごくない？ありがとう。ありがとうございます。さあ、ということで皆さん、ちょっと短いですがここまでにしたいと思います。はい500日で地雷メイクはちょっとしないかもしれないけど、はい、今日の配信で何か発表されますか。ちょっとね、私もわからないんですよ何発表するのか。もうきっと、まあ、シングル関連ということなので、いろいろ中身を知れるんじゃないでしょうか。はい、ぜひね、配信も見てくださいね。8時半からでございます。お願いします。はい、ということで皆さん、バイバーイ。バイ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 。